三橋隆之先生です。よろしくお願いします。前回安倍総理との決別を宣言した三橋氏だが、私が今一番怒っている人は安倍内閣総理大臣です。やめなさい。今回も国民を欺こうとする安倍総理に噛みついた。なぜ私が安倍総理に怒っているかというと、日本国内の人手不足の問題を外国人労働者を入れることで解決するという、そういう政策を推進しているからです。三橋氏が激怒するのは、安倍総理が6月にまとめる成長戦略に外国人材の活用を盛り込もうとしている点。日本の労働力は少子高齢化などで今後20年間に167万人減ると見込まれており、その不足分を単純労働も含めて外国人で賄う方向で議論を進めているのだが、現在の日本は人手不足ということは、これから日本は働く人の賃金が上がっていく、そういう状況を迎える。この段階で外国人労働者を入れてしまったらですね、当然実質賃金は抑制されます。デフレ脱却と歌って政権を取った方が、なんで国民の実質賃金を引き下げるような政策を打つんでしょうか。全く意味が分かりません。三橋氏のように外国人労働力の導入を危惧する声は少なくない。これに対し安倍総理は、高度な人材を期間限定で導入すると反論しているのだが、三橋氏は驚きのある事実を指摘する。高度人材と聞くと皆さんはおそらく、アメリカ人が来るの、あれイギリス人が来るの、ドイツ人が来るの、違います。9割が中国人。結果的に私たちは中国の安い労働賃金で働く方々と競争を強いられて、実質賃金が下がっちゃう。中国人がですね、どん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 入ってきました。今70万人もいます。これが200万、300万、400万ってなって、本当に問題ないんでしょうか。まあこれはあの独断と偏見で言うけど、8割はスパイですよ。はい、そして最後に三橋氏は一つの疑念をぶちまけた。ほとんどの独断と偏見だけどね。実質賃金が上がるかもしれないという状況で、外国人入れて抑制しようと。誰のため？日本国民のためなんですか？それとも例えばですよ、人材派遣会社の誰かが外国人労働者を入れることで儲けたい、なんてこと考えたりしてませんか？例えば産業協商録会議、あそこで大声を張り上げていらっしゃるなんて、グループの取締役会長じゃなかったですか？そういう疑念、疑惑を持たれても仕方がないんじゃないでしょうか。安倍総理が進める外国人労働者の導入は、国民を貧困化させ日本文化をも壊す悪政だ。三橋貴明さんのこの主張、皆さんが感じたのか、なおかつ76ポイズンという結果になりました。まあでも、そして、今回の、難民、の方に対する、対応の問題で、あります。これは まさに国際社会で連携して取り組まなければいけない、課題で、あろうと思います。人口問題として、申し上げればですね、我々はいわば移民を受け入れるよりも前にやるべきことがあって、それは女性の活躍であり、あるいは高齢者の活躍であり、
そして出生率を上げていくにはまだまだ打つべき手があるということでもあります。同時にこの難民の問題についてはですね、日本は日本としての責任を果たしていきたいと考えておりまして、それはまさに難民を生み出す土壌そのものをですね、変えていくために日本としては貢献をしていきたいとこう考えております。